7月14日水曜日、いい天気なんだけどな、水木ってな2日行ける天気がある。で金曜日がな祭りなんだ。祭りの日はな休みなんだ。これは昔からの慣例でな、去年も今年もなコロナで祭りはないけどな、やっぱり神事事っていうことでな休みっぽい。漁師町ではなそのようにな祭りとかな選挙の時も休みだ。前の日から不在者投票もずっとできるのにな、選挙も投票率低いのに選挙になったら休みとかな、いろいろ休みがあるわけだ。船乗ってきたら魚なかったな。この間タイものすごく大量だったのにな。要はこの間の半分は入ってけえな俺。やっぱりタコ船運悪いんじゃないかなと思ってな。悔しいな。悔しいわ。でな、仲間の船がなものすごく大量だったらしいわ。そりゃまた悔しいの。くそーって感じ。タコ船がこっちの船に乗ったからかな。タイがあんまり入らなんだ。ちょびっとだったの。さあ気を取り直して2回目あげるぞ。メシメシと。どうだどうだ、入っとるか。タイかタチウオか。おっと思ったら、あら、おじりがちっちゃいの。おじりがちっちゃ、何にもないやんけ。ああ、数匹のタイが入っとるぐらいかな。残念だ。もうこの時点でな、タグ船が乗ったら魚がどっか行っちまうかなってな。タグ船ちょっとへこんできたぞ。くっそ
いてくる、うん、手前のとこやな、うん、うん、あ、また、あ、あの右か入れる？右か入れる、パンでええんじゃん、もう。あ、タッチだけ分けてな。ああ。タッチ全部上乗っちゃうん、これ。乗ってない。中にも入っちゃうん。入っちゃう。ほんと赤やな。あ、落ちた。立ち右にやってもらった、言われた、今ほぼうまいんかいな、またな、ええねん、それぐらいやけ、どうしよう、もうわからん、
ちらの雲やばいな、あちらの雲ほらやばいの雷。
やってくる。ああ
最後まで動画ご視聴ありがとうございます。暴れん坊タクムレでございます。よかったらこのタクムレと書いた丸いボタンを押してください。今日もゆくゆく暴れん坊タクムレ、会場安全、大量満足。では登録よろしく。